内容でわからないことがあれば、分かったつもりにならずに聞く。脳を 200% 回転させて、自分ができる対抗のアイデアを発表する。はい、ありがとうございます。はい、田中さん。はい、聞き手になるのではなく発言するっていうことと、理解できるまで質問するです。はい。じゃあ、見せよう。最高の意見。最高の意見を出すです。はい、じゃあ、ごめんさん。はい、アイデアをたくさん出すです。はい、じゃあ、松永。はい、いい案を出す役割の一人です。はい、じゃあ、帰って。はい、最高のアイデアを出すことと、リサイクルメディアの担当として合意事項を、リサイクルメディアの合意事項を決定するです。はい、ありがとうございます。